こんにちは。今日は原宿の竹下通り近くにある40年以上続く老舗喫茶店クリスティをご紹介します。1980年創業のこのお店はアットホームな雰囲気と本格的な紅茶で多くの人に愛され続けています。それでは早速店内や人気のメニューについて見ていきましょう。クリスティは原宿駅から竹下通りを少し進んだところにあります。賑やかな通りから一本路地に入ると静かで落ち着いた空間が広がり、まるで時間が止まったかのような雰囲気が漂います。繁華街にいることを忘れるような隠れ家的なカフェです。店内に足を踏み入れると木製の家具とレトロなインテリアが目を引きます。クラシカルで温かい雰囲気が漂い、どこか懐かしい空間が広がっています。このレトロな雰囲気がの魅力の一つ、落ち着いた空間でリラックスして過ごせるのが特徴です。クリスティの魅力は何といってもその紅茶の豊富さ。インドやスリランカ産の茶葉はもちろん、珍しい中国産の茶葉からさらにクリスティオリジナルティーまで30種類以上の紅茶メニューが揃っています。ストレートティーからアレンジティーまで、どれを選んでも香り高い紅茶を楽しむことができます。今回いただいたのは名物のアップルパイと紅茶のセット。アップルパイはサクサクのパイ生地にしっとりとしたリンゴがたっぷり詰まっていて、一口食べるとシナモンの香りが広がります。甘さ控えめで優しい味わいが魅力です。そして紅茶はポットでたっぷりと提供されるので、ゆっくりと楽しむことができます。紅茶の香りとアップルパイの相性は抜群で、まさに至福のひとときです。クリスティは創業以来40年以上にわたり変わらず本格的な紅茶を提供されてきました。アットホームな雰囲気と心温まるサービスが多くのファンを引きつけてやまない理由です。原宿の喧騒を少し離れ、リラックスした時間を過ごすのにぴったりな場所です。場所は原宿駅に近い入り口から竹下通りを入って1本目の路地を右に曲がるとすぐ見えてきます。駅からも近く、観光やショッピングの合間に立ち寄るにはとても便利です。以上、原宿の老舗喫茶店クリスティのご紹介でした。レトロな雰囲気の中で30種類以上の紅茶と絶品アップルパイを楽しめるこのカフェ、ぜひ皆さんも一度訪れてみてください。原宿の新しい楽しみ方が見つかるかもしれません。アクセスや営業時間の詳しい情報は概要欄のリンクをご覧くださいね。次回も素敵なカフェをご紹介しますので、チャンネル登録といいねを押していただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。